エンジンもガソリンも積んでいない車が勝手に道路を走り出すところを想像できますか？実は今、これと同じような常識外れなことが流体、つまり水の世界で起きようとしています。2025年12月、三菱電機と京都大学は驚くべき技術を発表しました。機械式のポンプを一切使わずに、たった10マイクロメートルの小さな泡の力だけで、液体を自由自在に動かすという世界初の技術です。この技術は、今まさに爆発的に普及している生成 AI や、データセンターが抱える深刻な熱問題を解決する切り札になる可能性があります。電気を使って無理やり動かすのではなく、自然界の法則をハックして利用。コロンブスの卵のような、この技術革新の全貌に迫ります。一体どのようにして、電気もポンプも使わずに液体を動かしているのでしょうか。動力源となるのは、直径わずか10マイクロメートル程度の目に見えないほど小さな水蒸気の泡です。この技術の核心にあるのは、マラーモニ効果と呼ばれる物理現象。少し難しそうな名前ですが、原理はとてもシンプルです。皆さんは、コーヒーにミルクを垂らしたとき、ミルクが外側へと広がり、美しい模様を作る様子を見たことはありませんか？あの動きこそが、マラモリ効果の一例です。水などの液体は、表面でお互いに引っ張り合う力、表面張力を持っています。コーヒーにミルクを垂らすと、ミルクが触れた部分の表面張力が弱くなります。すると、周囲の表面張力が強い部分に引っ張られて、ミルクは外側へと広がっていくのです。三菱電機と京都大学の研究チームは、この現象を熱を使って再現しました。実は、液体の表面張力は、温度が高くなると弱くなり、低くなると強くなるという性質があります。そこで、流炉の中に小さな泡を用意し、その泡の一部を温めてあげるのです。すると、温められた部分の表面張力が弱くなり、冷たい部分の強い力に引っ張られる形で、泡の周囲に液体の流れが発生。泡そのものが小さなエンジンの役割を果たし、熱エネルギーを直接運動エネルギーに変換しているのです。しかし、ここからは本当の戦いでした。泡に熱を加えれば流れができるという原理自体は、物理学の世界では知られていました。ところが、ただ流炉の中に泡を浮かべて温めるだけでは、発生する流れがデタラメな方向に向いてしまい、使い物にならないのです。泡の周りで液体がくるくると渦を巻くだけだったり、力が相殺し合ってしまったりして、肝心の一方向に水を送るというポンプとしての仕事をしてくれません。そこで開発されたのが、世界初となる独自技術、気対称な狭窄構造です。狭窄とは、通り道を狭くすることです。研究チームは、あえて流炉の一部をクッと狭くし、かつ、その形を左右非対称に歪ませました。普通に考えると、通り道を狭くすれば、水は流れにくくなるような気がしますよね。しかし、ミクロの世界では逆転現象が起きます。あえて流炉を狭めることで、泡の周りに発生する無駄な渦を消し去り、力の向きを一方向へ揃えることに成功したのです。この狭くするというシンプルな工夫により、液体の流れは劇的に変わりました。通り道を狭くする前の構造では、液体の流れる速度はごくわずかでしたが、この特殊な狭窄構造を取り入れた途端、流速は一気に跳ね上がり、秒速440マイクロメートルを記録しました。従来の方法と比べて、実に 4.4 倍ものスピードです。秒速440マイクロメートルと聞くと、なんだ、カタツムリより遅いじゃないかと思われるかもしれません。ですが、これは髪の毛の太さの数分の1という、極めて狭い世界での話です。このミクロの世界において、外部から一切動力を与えず、熱と泡の力だけでこれだけの流速を生み出せるというのは、驚異的なパフォーマンスと言えます。
理論上は可能だわ。実用化は無理と言われてきたマランゴニクド、三菱電機は流路の形を工夫するという工夫で実用レベルへと押し上げたのです。まさに物理学の理論とものづくりの執念が噛み合った瞬間でした。さてここまで聞くと一つの疑問は浮かんでくるはずです。すごい技術なのは分かった。でもなぜわざわざ泡で水を動かす必要があるの？今ある普通のポンプじゃダメなの？と。実はそうしなければならない切実な理由が今のデジタル社会には存在しているのです。なぜ今三菱電機は泡で水を動かそうとしているのでしょうか？その答えは私たちが毎日使っているスマートフォンの画面の向こう側、巨大なデータセンターの中にあります。今世界は空前の生成 AI ブームに沸いています。 AI に質問すれば一瞬で答えが返ってきたり、美しい画像は生成されたりします。しかしその魔法のような便利さの裏側で GPU と呼ばれる計算装置は悲鳴を上げるほどの凄まじい熱を発しているのです。最新の AI 用チップは指先ほどの小さな面積の中に数十億個ものトランジスタが詰め込まれています。これらがフル稼働した時の発熱密度は原子炉の炉心並みの熱エネルギーが指先ほどの面積に集中しているほどと言われています。もし冷却を止めたらチップは一瞬で溶けて壊れてしまうでしょう。そのため現在のデータセンターでは巨大なファンを回して風を送ったり、土井規模な水冷装置を使って必死に冷やし続けています。実はデータセンターが消費する電力の約 40% は計算そのものではなく、この冷却だけに使われているのが現実なのです。それならもっと性能の良い水冷ポンプを使えばいいじゃないかと思われるかもしれません。確かに水は空気よりもはるかに効率よく熱を奪ってくれます。しかしここにも大きな壁が立ちはだかっています。それはサイズと圧力の壁です。チップを効率よく冷やすためには、チップのすぐ近く、なんならチップとチップの間のわずかな隙間に水を流す必要があります。この通り道はマイクロチャネルと呼ばれ、髪の毛よりも細い迷路のようになっています。ここに水を流すには、非常に強力な力で水を押し込まなければなりません。細いストローでシェイクを飲もうとすると、強く吸わないと入ってきませんよね。あれと同じで、流路が細くなればなるほど、水を動かすのは難しくなるのです。従来の機械式ポンプでこれをやろうとすると、どうしてもポンプ自体が大きくなってしまいます。チップ自体はどんどん小さく、高性能になっているのに、それを冷やすためのポンプは小型化できず、むしろ巨大化していく。この大きさのミスマッチが、コンピューターの進化における最大のボトルネックになりつつありました。だからこそ、三菱電機と京都大学は、外からポンプで水を押し込むという発想自体が間違っているのではないか、と考えたのです。もしチップの熱そのものをエネルギー源にして、モーターも、回転する羽も電気配線さえもいらないなら、ただそこに熱と泡があるだけで、静かにしかし力強く冷却水が循環し続ける、そんな夢のようなシステムが実現すれば、冷却装置のサイズは極限まで小さくなり、コンピューターの設計そのものが根本から変わるはずです。今回の技術は冷やすために電気を使うというこれまでの常識を終わらせるための挑戦と言えるでしょう。この技術が単なる面白いアイデアの域を超えていることは、世界的な科学コミュニティが証明しています。三菱電機と京都大学によるこの研究成果は、アメリカ物理学協会が発行する権威ある学術誌、アプライドフィジックスレターズに採択されました。この雑誌は物理学の新しい発見を世界に速報するための場所であり、ここに掲載されるということは、その技術が世界的に新しく、かつ
科学的に正しいという最高のお墨付きを得たことを意味します。この成功の裏には理想的な役割分担がありました。京都大学の研究チームはどんな泡をどう振動させれば力が生まれるかという複雑なマランボリ力の理論を徹底的に解明、いわば目に見えない力の設計図を描いたのです。一方、三菱電機のエンジニアたちはその理論を現実の装置に落とし込みました。流路をこの角度で狭めれば理論通りに水が走るはずだという仮説を立て、ミクロ単位の精密な加工技術でそれを実現したのです。アカデミアの深い知見と企業の泥臭い実装力がかっちりと噛み合った産学連携の模範のような事例と言えるでしょう。そしてその成果として得られた秒速440マイクロメートルという数字、先ほど遅そうに見えると言いましたが、少し見方を変えてみましょう。私たちの体の中を流れる血液、特に毛細血管の中を流れる血液の速さはだいたい秒速500マイクロメートル程度と言われています。つまりこの技術は生命維持に不可欠な血液の流れとほぼ同じくらいの仕事を、心臓のようなポンプを一切使わずにやってのけているのです。物理的な制約が厳しいミクロの世界において、これほどの性能アップを達成したことはまさに技術的な快挙と言わざるを得ません。ではこの革新的な技術は実際のビジネスや私たちの生活をどう変えていくのでしょうか。ここからは市場へのインパクトと三菱電機の詳細について読み解いていきます。ではこのマイクロバブル駆動という技術は三菱電機という巨大企業の未来、そして市場にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。まずこの新技術はターゲットとなる市場の規模が桁違いに大きいと言えるでしょう。生成 AI の普及によりデータセンターの冷却市場は今後数年で数兆円規模に急成長すると予測されています。この AI ゴールドラッシュにおいて最も確実に儲かるのは金を掘るためのツルハシ、つまり冷却システムを売る企業だと言われています。現在この市場ではパナソニックやニデックといった強力なライバルたちがいかに効率の良いモーターを作るか、いかに壊れないポートを作るかという競争を繰り広げています。しかし三菱電機のアプローチは全く異なりました。同社は性能の良いポンプを作って戦うのではなく、そもそもポンプなんていらない世界を作るというルールの変更、いわゆるゲームチェンジを仕掛けてきたのです。もしサーバー内部の冷却に機械部品が不要になれば、故障のリスクは激減し、メンテナンス費用も大幅に下がります。データセンターを運営する Google や Amazon のような IT 大手にとって、この手離れの良さは喉から手が出るほど欲しい価値です。既存のポンプメーカーがひしめくネットオーシャンを避け、技術的な得意点を利用して競合のいないブルーオーシャンを切り開こうとする三菱電機の戦略は、経営的にも非常に合理的と言えるでしょう。さらに注目したいのは三菱電機が持つ既存事業との相乗効果です。実は三菱電機はパワー半導体と呼ばれる電気を制御するチップの世界的なトッププレイヤーでもあります。このパワー半導体は電気自動車や産業用ロボット、そして家電製品の心臓部として使われていますが、これらもまた熱との戦いを強いられています。今回開発された冷却技術は、もともと微細な流路を使うため、半導体チップそのものに内蔵してしまうことが可能です。想像の域を出ませんが、三菱電機は将来、冷却装置が最初から組み込まれた、熱暴走しない最強のパワー半導体をセットで販売できるようになるかもしれません。チップ単体を売るだけでなく、冷却ソリューションまで含めた高付加価値なパッケージとして提供できる。この垂直統合的な強みを持てるのは、半導体と冷却技術の両方を自社で持っている三菱電機ならではの優位性です。また、この技術は昨今の世界的なトレンドである
サステナビリティの文脈でも強力な武器になります。 ESG 投資の観点からも脱炭素社会の実現に不可欠なコア技術として、海外の機関投資家から再評価されるきっかけになるでしょう。これまで三菱電機といえば、家電やエレベーター、充電システムといった安定しているま、派手さはないというイメージを持たれがちでした。しかし、今回の発表は、同社が物理学の最先端を走るディープテック企業であることを思い出させてくれました。もちろん、実用化までには耐久性の検証やコストダウンなど、まだいくつかのハードルは残っています。一方で、この技術が AI 社会の欠陥となり、産業のあり方を根底から変えていくシナリオは十分に描ける未来です。冒頭でエンジンなしで走る車の話をしましたが、まさに三菱電機は常識というエンジンを捨てて、新しい物理法則の乗り物を作り出そうとしています。最後にここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。一つ目は、新しく開発されたマイクロバブル駆動は、機械式ポンプを一切使わず、泡と熱エネルギーの力だけで液体を循環させる、世界初の技術であること。これは、従来の冷却装置で必要だった、モーターやポンプなどの稼働部品を置き換えることで、構造が大幅に簡素化し、故障リスクの低減や、メンテナンスコストの削減につながります。二つ目は、液体を流す流路をあえて非常に細くするという常識を覆す発想を採用したこと。この設計によってマイクロバブルが効率的に液体を押し出すことができ、現実のシステムで1秒間に440マイクロメートルという実用的な流速が実現しました。3つ目は、この技術が生成 AI やデータセンターなど高熱に悩む分野での冷却ニーズを根本的に変えうるインパクトを持ち、巨大なビジネスチャンスを秘めていることです。タワー半導体や大型データセンターなどの冷却ソリューションとして展開が期待され、三菱電機が既存の事業基盤や技術資産と組み合わせることで、新たな市場の創出と競争力強化につながる可能性があります。他にも気になる話題や技術などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。